東京都は先ほど、新型コロナウイルスの新たな感染者が過去最多となる4,166人確認されたと発表しました。都内で今日確認された新規感染者は4,166人で過去最多を更新しました。4,000人を超えるのは7月31日以来2度目です。先週の水曜日より989人増えました。 新規感染者のこの1週間の平均は3478人となり、前の週と比べおよそ80%増えました。重症者は昨日より3人増えた115人です。菅総理大臣は今日開かれた新型コロナ対策の関係閣僚会議でワクチンの職域接種について、来週から新たな会場での接種を開始すると述べました。今月末には。 全国民の4割を超える方が2回接種を終えることを目指します。